明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、1回戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の斉藤、対するベイスターズの先発は三島、以上の両先発、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、ベイスターズの攻撃。先頭バッターは本田、初球空振り、タイミング合いません。これは見送ってボール、わずかに外れてワンボールワンストライク。投げました、打ちました、ピッチャー返し、セカンドバックアップ、セカンドから一塁送球、セーフ、一塁はセーフ、バッターモーガン、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、第1球、一塁ランナー走った、あっと引っ掛けた、これはスタンドに入ってファールになります。もう一度一塁牽制球です、タッチセーフ、1球目ファールから一塁ランナー二塁を狙う、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。投げました、見送ってボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、打ちました、ショート正面、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターボックスは山崎、投げました、初球打った、ピッチャー返し、ショートバックアップ、アウト、スリーアウトチェンジ、ベイスターズ無得点で終了です。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターはブランコ、投げました、ボール、まずアウトコース低め、アウトコース低め、際どいところ、インコース低め、外れてボール、カウントは2ボールノーストライク、投げた、打った、抜けた、ブランコヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。初球決まってストライク、空振り、バッター追い込まれました。ボール1球外します、投げた、縦のスライダー、ボール、平行カウント、打った、痛烈な当たり、ライナーライト前クリーンヒット、ボールは中継、梶谷ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。初球から打ってった、初球ファウルから投げた、これはボール、はっきりしたボール球、カウントワンボール高め、ボール球打った、打球は左中間に上がった、ヒットになります。二塁ランナーホームイン、ベイスターズ先制。さあ追加点のチャンスにバッター荒波、初球バント、ピッチャーへ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト、手堅く送ってきました。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ボール、一球外してきました、投げた、ここは満塁策でしょうか。二球目も外してきます、黒羽、勝負させてもらえません。ここは歩かされます、バッターはピッチャー三島、打ちました、初球打ち、畠山ボールを掴んだ、本塁フォースアウト、キャッチャーから一塁送球、一塁はセーフ、一塁はセーフ、連殺失敗、一球目ストライクから投げた、打った、センターへの打球ヒット、センターバックホーム、本田ヒットを放ちました。ベイスターズ1点入りました。さあこれでツーアウトフルベース、ベイスターズなおもチャンスが続きます。ツーアウト満塁、第1球見送ってストライク、初球まずは入れてきました、打ちました、打球はセカンドの左、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対0、ベイスターズ先制点を挙げ、ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター山崎、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、ストライク、ポンポンとストライクを取ってきました。
低め、縦のスライダー外れてボール。投げました、低めボール球打った、田中取った、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッターボックスはブラン、今日2度目のバッターボックス。内角高めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました、投げました、打ちました、センターへ飛んだ、これはヒットになります。ブランコヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。直球見送ってストライク。第2球投げました、ボール。カウントはワンボール、打ちました、引っ掛けた、ライナーだ。一塁ランナー三塁へ向かう、ライトからサードへ。梶谷ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。初球を打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか。二塁アウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対1、ベイスターズ現在1点をリードしています。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは斉藤、見送ってストライク。斉藤佑樹初球ストライクから投げました、ボール。1球外します。第3球を投げました、ストライク。これは完全に振り遅れ。第4球を投げました、外角低め外れてボール。アウトロー外れてツーボールツーストライク。投げた、ボール。フルカウント。次が6球目、投げた、外れてフォアボール。ゲームは中盤4回に入ります。バッター荒波、投げた、初球を打った、一二塁間への当たり、一塁送球、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、初球ツーシーム空振り、少し迷ったか。投げた、低めボール球打った、センター前進。黒羽ヒットを放ちました。バッターボックスは三島、投げた、ボール。さあ次の投球、ここで送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁へ送る、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ツーアウトランナー二塁に変わります。第2球、2球目はストライク、早くも追い込んでいます。低めボール、カウントワンボールツーストライク。縦のスライダーボール、低め際どいところ、カウントはツーボールツーストライク。投げました、打った、引っ張った、一二塁間の打球抜いていった、ライトバックホーム、本田ヒットを放ちました。さあツーアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。あっと引っ掛けた、田中交代、がっちりキャッチ。斉藤ツーアウト二塁のピン。ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは山崎、今日はショートゴロとセカンドゴロ。投げました、打ちました、田中ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ここまで2安打のブラン、投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、ボール、内角へ、インコース際どいところ、カウントはワンボールワンストライクです。投げました、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。今日2本のヒットを放っている梶谷、初球から打ってった、打球はセンターへ。斉藤中軸をピシャッと、バッターはピッチャー斉藤。第9球投げました、ボール。第2球打ちました、セカンド右横のゴロ、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。前半が終わりまして2対1、ベイスターズ1点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。今日ヒットを放っている松本、初球空振り。第2球ストライク。第3球を投げた、打ちました、破った、松本ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。投げた、ストレートはもう、バッターよく見ました。2球目空振り、一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。第3球をバントした、ピッチャーの右へ転がした、セカンドボールを掴んだ、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わる、打ちました、初球打ち抜けた、松本一気にホームへ、バックホーム、間に合うかどうか。黒羽ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。ランナー1人を置いて迎えるバッター、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーボールを取る、アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ツーアウトランナー2塁に変わります。第2球アウトコース高め空振り。第3球
高めボール球打ったハーフライナー、ボールを取ってアウト。6回の表が終わって3対1、試合終了。スワローズ惜しくも逆転ならず。さて本日勝利投手